ギター、そういえばね、ベースを始めました。 実は言ってなかったけど、実はですね、ベースを始めました。始めたというか、なんかたまたまなんかベースをいただけることになって、そうなの。 そうで、ちょっとでも今ね、ちょっと今スタンドが一つしかなくて、ちょっと片方を壁に立てかけ状態なので、早くね、スタンドを買わないといけないんだけど、ベース練習中です。でもベースはなんか趣味として、なんか気軽にやっていこうかなって思っております。 そう、いろんなものに手を出しています。え、ドラム叩けるのすごい。そう、ベース、そう、なんかね、あれ、ピック弾きならできるようになりました。 ベースはね、赤色のベースです。明日大事なテスト、あ、え、みのちゃん、テスト頑張ってね。ちょっといつもと角度が違う。顔がね、口血色がないんだけど、どこのベースだろう、なんかわからないんですよね。なんかね、いい感じに見えなくて、そのメーカーとかが。ハーモニカ、え、それすごくない？あ、鍵盤ハーモニカかな、それでもすごいよ。ちょっと口の色を足します。そう、スラップ、そう、スラップがね、できるようになりたくて、さっきから。 喉乾燥してない？大丈夫ですよ。あ、でもちょっとまた乾燥するかもしれない。 ね、最近寒いよね。ちょっと口の色をつけ出しますね。なんか変な感じ。ギターは、そう、ギターはね、アイバニー。ちょうど見える、ちょっと恥ずかしい、見えている。 最近ね、また新たな曲をね。え、三味線弾くの？すごい。三味線弾ける人めちゃめちゃ尊敬します。いや、楽器できる人本当に尊敬してる。すごいと思います。黒猫さん、こんばんは。チャイナチーターの時から気になってる。え、ありがとうございます。ちょっとね、そうだね、楽しかった、あれ。なんか、チャイナっぽい服をね、着たんですよ、この間。結構ね、楽しくて、なんか違う私って感じでした。 あ、かな、星野楽器さんかしら。あ、後ろ見えてる？わかんないけど、なんか、ちょっと画角がすごい恥ずかしい。どうしよう。こうか。まあ、今日は何でもいいんですよ。何、楽器作ることできるの？すごすぎでは？ねえ、こんばんは。今日は特にね、なんか話そうみたいなことはないんだけど、あ、ドミさん、こんばんは。ね、後ろのカレンダーおしゃれ、やった！ありがとうございます。いいでしょう。 ベースはね、そうだね、独学でやっております。え、ギターも独学なんだけど。 こんばんは、皆さん、こんばんは。まったり配信だね、30分くらいだけども、ちょっと今日スクショ恥ずかしいから。 永田さん、こんばんは、こんばんは。あ、もしかして私、永田さんこんばんはってあれ固定にしてますか？あれ固定でいいのかな。青菜炒めさん、こんばんは。ヤッピーさん、ゲンゴロールさん、ビビおじさん、おさち、おきつさん、ありがとうございます。でれんでんでれん。大天才少女、夕飯、何？夕飯はね、夕飯はね、まだ食べてなくて 夕飯まだ食べてなくて、何食べようって思っておるんですよ。昨日はね、鶏肉を炒めた。えらい。鶏肉を炒めて、ご飯とお味噌汁で食べました。そのトレーナー好き、嬉しい。そう、これ素敵だよね。なんかね、切り替えがね、色が違うんですよ。イエイ。まだ食べてなくて、まだ食べてないんですよ。すき家のキングギド、え、さっきかな、こヒロさん、ヒロくん食べてたね。食べてましたね。いやー、何、めちゃめちゃお腹空いててね。何食べよう。今ね、ずっと考えててね。なんだろうな。迷っております。初めてショールーム見ました。イエさん、ありがとうございます。嬉しいわ。今日ちょっとボロボロなんだけど。 夕飯ミルテン、いや、私も夕飯ミルちゃんにしようかな。
食べます。チキンカツ、え、美味しそう、良いね。たこ焼き、いいね。たこ焼き当分食べてない。ちょっと待って。よし、久しぶり。錦津、あ、お久しぶりです。びっくり。今日はそば。おお、え、いいね。麺いいよね。こんばんは、こんばんは。あ、待って、読んでなかった。ちょっとアイテム、モスキートさんありがとうございます。ゆうくん、長田子ありがとう、久々だ。まさえさん、かわいい、ありがとう。あじゃさん、ありがとうございます。トミーさん、ありがとう。あじゃさん、かっこいい、やった。まさえさん、ありがとう。うーぱん、かわいい、ありがとう。きほちゃん、長田子え、久々だね。なんかしぶるの久々の気がする。ひろゆきさん、ハートありがとう。ウキャーネルさん、長田子ひろゆきさん、ありがとう。萌えちゃん、ありがとう。なっちゃん、長田子。ゆうちゃん、長田子スパイトさん、ありがとう。ウエポンさん、長田子。達郎さん、長田子ありがとう。また後ほど呼びますね。ありがとう。そう、なんか今なんか呼ばせた。あ、そう、あのね、こないだ皆さんからいただいたお手紙がね、届いたんですよ。いや、嬉しいですね。そう、年賀状がね、年賀状も届いて、ありがたやとなりました。いや、本当に嬉しいね。私も皆さんに年賀状書きたいな。もう遅いけど、うん。なんか、マイスブラムした時にさ、手紙書きますって言ったけど、すっかり忘れてました。どうしよう。手紙ね、そう、この間手紙を書く機会がありまして、楽しかった。年賀状？でも年賀状ね、あんまり人から来なくて、から、なんか嬉しかった。あ、皆さん年賀状をくれてありがとうってなりました。いや、嬉しいね。お手紙、なんか特別な感情になります。お手紙をいただくと、なんていうの、自分の中でなんか、あ、お手紙だ、嬉しいってなります。うまく言えませんが。どこまで、あ、ピエンのゆいちゃん、長田子、きほちゃん、ありがとう。おきゃねるさん、ピエンのゆいちゃん、長田子、ゆめこりん、ありがとう。ビビおじさん、長田子、ピエンのゆいちゃん、長田子、にゃむさん、長田子、まさえちゃん、ありがとう。あきおとさん、ありがとうございます。あおないためさん、ありがとう。ななほちゃん、長田るま、ピエンのゆいちゃん、長田子、ウェポンさん、長田子、ありがとう、ありがとうそうだね、そろそろオーディションから丸2年すごい、だって、そうだね。そうですね、あと1ヶ月でのいみ結成して2年。早い。だって来年は3年目ってことだよね。違うよ、もう1ヶ月後から3年目か。へー、どうしよう、頑張ります早いね。モンガーさん、りょうさん、こんばんは。クミコさん、こんばんはねえ、早いね、びっくりした。あとね、実は私あとちょっとで17歳になるんですよあとちょっとで17歳なんですよ。実は早いね。だって私この間まで14歳だったかな。14歳だったんだってすごいすごいね、早いね。17歳だって大人だ。あと3年で大人ですよ、私も。やった、早く私は大人になりたい心の準備がでも17歳になってもあんまりね、変わらない気がするなどこまで読んだっけトッキーさん、ありがとう。萌えちゃん、ありがとう。グーさん、長田子、キャーネルさん、長田子、のもきゅん、長田子、ひろゆきさん、ハートありがとう。リーさん、かわいい、ありがとうございます。あまずさん、長田子、藤本さん、長田子シュートさん、長田子、長田子、だいぶ大人っぽくなった。あ、本当ですか、よかった。
よかったなのか、よかったですか？あ、ちょっと今日時間ないんだった。ちょっとお時間教えていただけると嬉しいです。早いね。皆さん、だって皆さんも2年前は2歳若かった。2年前は皆さんも2歳若かったんですよ。早いね、時の流れって早いね。あ、41分、了解です。ありがとう。23歳だけど、身長、え、羨ましい。私はね、私の理想は、100、100。なんか言うたびにね、数が違うんだけど、100、169になりたい。あ、無理なのはね、重々承知なんですけど、私は、高身長になりたい。なりたい。ねえ、2年前皆さん何してましたか？私はね、中学生だった。懐かしいね。ウェポンさん、長田か、ありがとう。長田さん、カープさん、こんばんは。170、私も目指したいよ。目指したいよ。目指したいんだけど、現実を見たら私はね、頑張って152とかなのはもう分かってるんですよ。でも、伸ばしたい。わかりますか、このだって身長高い方が、あのね、身長高い方がね、世界が広いし、スパイスさん、ハートありがとう。今は何センチで 150.2 かな。でも伸びたじゃ伸びたんだけどね、全然伸びたとは言わない伸びたなんです。うん、初見です。セキラさん、ありがとう。183、皆さんすごいね。いいね、伸ばしたい。伸びると思うんだよ。でも、あ、うん、無理だと思うけど、なんかね、だってまだ高校生だから、いっぱい寝て牛乳食べたら、飲んだら伸びると思うな。低い方が可愛い。なるほどね。でも高くても可愛いは強いよね。ハッシーさん。あ、読みますね。今日はいっぱい喋ろうと思ってね。いっぱい喋ろうと思ってるんですよ。でも、時間がないんですよね。もっと早くから、またね、明日とか明後日とか、時間があれば、やります。ちょっとなるべくショールームをしたい。衝動に。キャンナさん、長田か、飲むき、あ、読んだかもしれない。読んだね。かすみちゃん、長田るわ。ひろひろさん、長田か、あーないためさん、ありがとう。番犬さん、ありがくま。ウェポン、長田か、怪盗キッドさん、ありがとう。だるわ。ミロさん、ミロくん、長田か、アジャさん、長田か、ナナホちゃん、ありがとう。ひなちゃん、長田、あら。おずちゃん、長田。ありがとうございます。そうで、なんかももちゃんに私どうしたらいいと思うって聞いたんです。聞いたら、いつだっけ、聞いたんですよ、この間。したら、いや、身長じゃないって言われて、それそうなんだよねってなりました。ね、そう、私はね、ちょっとね、ショールームでたくさん話そうと思ってね、いろいろ、あの、なんていうの、おしゃべりをしようと思ってね。喋れるようになりたくて。そう、それでね、近いうちにね、ながらじ、2月くらいかな、2月のどこかか、3月の、はい、どうしようもないよね、最初の方でながらじをしたいんだけど。そう、それでね、なんか、次のお便り、次のテーマは、そのうちの、そのうちの一つは、なんかフリートークコーナーみたいな。あ、エピソードトークコーナーみたいなのやりたくて、なんか前回やった時に、なんか皆さんに感想を聞いた時に、ちょっと一つ一つがテンポが良すぎというか短いみたいなのを言っていただいたので、自分の話もね、しようかなっていうのと、ゆったり話してみたいなと思って、なんか皆さんからテーマを募集して、それについて話すみたいなやつをやって、トーク力を上げていこうと思っております。ますどこまで読んだっけな。
止まってます、私大丈夫かな。待って、どこまで読んだっけ、思い出せない。あ、ここからだ。ひなちゃん、長田子、まさえちゃん、ありがとう。スパヒットさん、ありがとうございます。あ、足がつりそう。ももたん、長田子、ウェポン、長田子、たかじさん、長田子、ももたん、長田子、ひなちゃん、長田子、ちゅうちゃん、かずきさん、あー、うん、たこ、モンガーさん、ありがとうございます。さくちゃん、長田山、ありがとう。ウェポンさん、長っと、いやー、わからなくなるわね。ありがとうございます。おはようございます。よもぎちゃん、長田子、さくちゃん、リコッチ、ありがとう、ありがとうございます。じゃ一旦どこまでも、みなさん、長田子、いでしさん、ありがとう。よんちゃん、よんさん、長田子、まさえちゃん、ありがとうございます。スパイトさん、さん、サンシャインさん、ありがとう。マサイさん、ありがとう。ヒロくん、ありがとう。アワンさん、ありがとう。アシカちゃん、長田子、長田子、ありがとう。チキちゃん、長田子、ウェポンさん、ひろゆきさん、スパイスさん、ありがとうございます。長田さん、こんばんは。おロクッチさん、こんばんは。ウルフももうウルフでもなんでもなくなってきましたね。そう、月一でね、トリートメント行きたいなと思ってたんだけど、月一たくさんトリートメントとか髪型をね、ちゃんと丁寧に保とうと思ってたんだけど、もうね、行ってない、私は行ってないんですよ。だから行かないといけないんだけど、行ってないの、行かないといけないんだけど。チタチタ元気ですよ、見ての通り元気です。髪染めたらスタバさん、どういうこと。バチさん、金髪になってました、この間。マリちゃん、あ、同い年なの、すごい、同じ、こう、JK だね。枕、あ、今ね、枕ね、悩んでます、まだ。でも皆さんがいっぱい教えてくれたので、買えると思っています。でもあんまり予算がね、あんまり高いお金は出せないから、そう、いい、コスパがいいやつを。スパイットさん、ありがとう。英子さん、ウルフなの。次はね、あれがいいです、あの坊主がいいと思います。チューセカズキさん、長田るわ、ありがとう。ギター、あ、そう、なんかね、全然太ったりしてない。本当に嬉しいのか、嬉しいです、やった。でもそんなにね、食べるものは最近ちょっとね、食生活乱れていたから太ってないか心配ですね。萌えちゃん、めっちゃ可愛い、ありがとう。銀なの、すごい。チューセカズキさん、長田るわ、ありがとう。ハイトーン、あ、いいね。私はね、金髪にしたいな、大人になったら。エアー握手か、ちょっと恥ずかしいから、また今度にするね。エアー握手って恥ずかしいよね。ありがとう。髪切りに行ったら美容師さんから3ヶ月来てないことに苦言を呈されました。あー、3ヶ月、でもたまにあるよね、なんかあるよね。あとなんか6ヶ月ぶりくらいに行ったらちょっと気まずいですよね。高校の時坊主でした。あ、そうなんだ。じゃあ次はあれだね、ここを買って、なんかこの辺を伸ばすやつですね。あ、2ブロックだ。ウェポンさん、長田山、ありがとう。ベースはね、そう、なんかいただくことになって、いただくと言っても知り合い、なんて言えばいいんだろう。そう、ちょっとまた今度話そうかな。そう、それでね、あの待って、今何分なら大丈夫かな。あのね、そう、ベースをとギターを毎日練習しようと思ってフォローしました。ありがとうございます、まさやさん。と思ってね、やってるのですよ。ももたん、長田ドラマー。一番短い時で、中1の時にね、このくらいでした。でも、なんか、
こけしすぎてすぐに伸ばしました。ももた長々ありがとう、インドネシアからありがとうございます。あ、50分、じゃあそっか、ランキングを読むから、55分にランキング読もうかしら。アーランブさん、長田子ありがとう。23、ダンスしようと思ってます。でもね、多分私がダンスをしてもなんか少年みたいになっちゃうから、ね、なんか小学生の男の子みたいになりそうと、なんか、え、みんな、なんかカツラ、ウィッグとかをさ、うまく選べないから、キラリにプロデュースしてもらおうかなって思ってるんだけど、なんか皆さんもなんかどういうダンスが見たいかちょっと教えてほしいですね。サイジャンありがとう、フォローしました、ありがとうございます。クレポンさんありがとう。マッチさん、いやいやいや、ねえ、そう、こけしだったの本当に。なんか今私すごく昔のコメント読んでいる。ケープラスさんありがとう。あ、ケープラスさんのお手紙届きました。すごいね、字が綺麗ですごい嬉しいってなりました。ありがとう。ピーマン長田子ありがとう。ね、そう、どうしても私はね、ダンスしてもね、あんまりかっこいいとは言われない気がしている。おきゃねるさん、長田るま、ありがとう、タコ。そう、なんかでもね、私ね、私、男の人だったら、もし男に生まれて、男の、なんていうの、性別が男だったら、私多分ね、かっこよかったと思うんですよ、顔が。ん、なんか、整っていた気がする。まきまきさん、長田子、ありがとう。そう、だから私はもし今性別を変えてもいいですよって言われたら、あ、じゃあ男性でっていう。うん、三宅さんありがとう。山木さん長田子ありがとう。三宅さん長田るまありがとう。絶対そうだと思うんですよ。なんか何だろう、なんかふとした時にね、よく思うんですよね。萌ちゃん長田子ありがとう。そう思うんだよ。だから女の子のこの顔で性別が男だったら、私はだって身長も高いじゃないですか、だからねって思うんですよね。あんまじさん長田子、バンケンさん長田子、なんなほちゃんありがとう。ジョン・ドエさん長田子、おきゃねるさん長田子、あ、違う、だるまありがとう。ね、三宅健さん長田子、あと男性の、あ、個人的にだけど男性の方が生涯が楽しいかなって、一生楽しいかなって。女の子に生まれてくれてありがとう。ひゃー、ありがとうございます。こちらこそ嬉しいな、そんなこと言ってもらえて、いただけて。なんだっけ。身長、何、人違いなのか。白衣ポーズ、今さえちゃん、なんかさえちゃんっぽいポーズだった。あ、55分ランキング読もうかしら。女性の方が長生き、あ、そうなんだね。杉吉香さん長田子。男にしたらちょっと嬉しい。やばい。面白いね。ミロさん長田子かもしれない。でも、どうなんだろうね、音。そんなことはないと思うけど。マサルさんありがとう。ミロさん長田子。女の子になりたい。そうなんだ。でも多分そうだよね。ね、隣の芝は青いってやつだね。芝生か。なんか男性は女の子になりたいと思ってる人もいるし、あの、そうだね、お互い様だね。おきゃねるさん長田子ありがとう。だいぶ嬉しい。そんなことはないよ、私は、まあ、女の子だけど今は。まじゃまじゃさん長田子。タコめっちゃ面白い。ペーポンさん菅鹿さん長田子ありがとう。ねえ。タコしおり。よもぎさん長田子。イコラブさん初心者さん、嬉しい、ありがとうございます。
と、まさまささん、長田子ありがとう。よし、読もうかしら。フィオンさん、長田子すごいすごいさん、長田子。そう、よし、読みます。今日は不思議なショールーム、いきます。100位、サイヤさん、モスキートさん、タオさん、シンタロさん、アゲパンさん、ニャムさん、青菜炒めさん、ユウくん、スローズさん、モモンガさん、ミヤビさん、ユウさん、カーミンさん、ミロさん、ヨーデルさん、ヒロヒロさん、シンヤさん、ヨシタロさん、チキンナンマさん、ニコチ、ユータ、トートさん、アデイトさん、マザマサさん、ヒロシさん、シモさん、ユウさん、ユッちゃん、カザマさん、スギちゃん、オキャンネルさん、レビンさん、トレーサーさん、ヒロユキさん、ヒロキさん、ナベさん、サクちゃん、ルーカさん、ヒロくん、イブオさん、アルくん、サジットさん、サンカクさん、ノムキュン、ケイさん、セオミコさん、セアマルさん、ナガタン、ニワカファンさん、クミコウさん、モコラさん、カケル、あ、ショウさん、リョウくん、ルクッチさん、サーちゃん、タイガさん、アーロンブーンさん、タカイチさん、ヘッドメルさん、ナカチョさん、レイケアールさん、セイヤさん、愛してるヨガさん、アキオトさん、ユキンコさん、ナナホちゃん、リルチちゃん、ネットボさん、クロナムくん、リーさん、シュータさん、ヨンさん、カスミンちゃん、ペンちゃん、サンシャインさん、ヨモギさん、グトッキートッキーグーさん、タツロさん、キホちゃん、ピエノユイちゃん、モモタン、アジャさん、ヒナちゃん、カシラモジさん、バンケンさん、ジョジョさん、あ、変わってしまった、あ、すごい声が出た、ごめんなさい、14位からかな、読みます。赤帽子のマサさん、13位さん、ミロさん、12位アンマズさん、11位萌えちゃん、10位中世和樹さん、9位フジマッチャさん、8位アーロンブーンさん、7位なっちゃん、6位ユウさん、5位スパヒトさん、4位ユウキさん、3位バンケンさん、2位ウエポンさん、1位マサイさん、ありがとうございます。ごめんね、さっきちょっと変わっちゃって、うん、読めなくなってしまいました。ウエポンさん、長田子ありがとう終わりました。明日かな、ノイノイの質問コーナーの、あ、そう、なんかそう、 YouTube さっき公開、あ、昨日か、公開されたのでちょっと見ていただきたいんですけど、イコノイチャンネルにね、新しい動画が上がってるんですよ。そこでちょっと私褒められちゃってでもそんなに私頭良くないからいいんですかって感じですね。まさまささん、アイスありがとう。これから頭良くなるから中毒性ある、嬉しいですね。さゆきちゃん、あ、ありがとう、嬉しい。ご謙遜、違うんだよ、本当にそこまで勉強はできるわけではないからね。そうなんですよ。まひろすきたろさん、こんばんは。でも学力テストは見たい。誰が1位かね、やっぱ萌えちゃん、萌えちゃんは絶対に1位だと思う。夏美も現役だから多分上位で、ももちゃんも多分上位で、みるちゃんも上位、はにゃも上位、私は3位じゃないの、4位とか5位とかかなって6位とかかなって思ってます。みるちゃんもね、頭いいと思う。うんうん、分かりました。あと30秒、嘘、皆さんおやすみなさい、バイバイありがとう。また皆さんお元気で、またショールームしますね。おやすみなさい。ピース。ありがとう。